マレーシアとかフィリピンとか夏暑い国はアロマ風のシャツは全然 OK で、みんな着てるんですよ。警察でもそういうことして内見したりしますよ。変わってくるかもしれない。それが始めたら徐々に増えてくるかもしれない。私はどこ行くのもあるわ。さあ今日も気になるニュースが入ってきております。大金、はい、僕もアロマを着ていくかけれどもしたいなというふうに思っておりますが、いろんな話題、今日はですね非常に多く入ってきておりまして、早速今日の、ラインナップです。6月に入りました6月1日水曜日のスポーツレーです。北優也さん脱走というニュースを聞きました。そして番組冒頭でお伝えしましたが、ビッグバンのジライトさん人身事故というニュースを後ほどお伝えします。そして、福岡市では昨日立体駐車場の機械に女の子が刺されて亡くなりました。保護者がいた中でなぜ事故が起きたのか調査中だということです。さあまずはこちらです。結婚という話題が入ってまいりました。吉川晃司さん45歳結婚です。公式ホームページで結婚を報告されまして、デイリースポーツには非常に大きく今朝報じられているんですが、お相手は40代前半の一般女性の方、今曲は